坂本龍馬役の松田岳です。ただいまビジュアル撮影が終わりました。そうですね、坂本龍馬という役は BSP 今日は2度目なんですけれども、前回の坂本龍馬っていうイメージと少し離れた、役どころ、そして見た目を目指し、こういった形になりました。新選組、次のショーで、登場するんですけれども、どういった活躍、新選組とどういうふうに絡んでいくのか、とても楽しみです。今撮影が終わってホッとしております。今はただただそうですね、この坂本龍馬っていうとても魅力のある人物を BSP でこうどういうふうに大暴れできるかなっていうふうなことを考えているさなかなんですけれども、しっかりと勉強しながら時代のことだったりだとか、龍馬の彼自身の人生のことだったりとか、もう一度勉強し直して稽古に向かいたいなと思います。とても面白い作品になっていると思います。一人一人の登場人物がとても魅力のある人物、ぜひね、劇場まで生で見に来ていただきたい、この作品になっておりますので、劇場にてお待ちしております。坂本龍馬役の松田岳でした。バイバイ、ありがとうございました。